まずカナディアンロッキーの新星キャルガリーからやってまいりましたブレッドハート、ダイナマイトキッド、爆弾小僧の異名を持っています。またの名をカミソリファイターダイナマイトキッドです。ブレッドハート、パープルの地にラメをあしらいました派手なリングコスチューム、金髪がなびいています。グレッグバレンタイン、キムラ、さて日本サイドは木村健吾です。ラメダボスジュニアミニ級 NWA 世界ジュニアミニ級チャンピオン210ポンドタイガーマスク、黄金のスーパーヒーロータイガーマスクです。右手を天に差し上げました。230ポンド藤浪達美、そして炎の飛竜藤浪達美です。毒針です。エルボースタンプを浴びせました。グレッグバレンタインです。ダイナマイトキッドにスイッチです。かつてこの藤浪達美とデッドヒートを展開、そして現在はタイガーマスクとの攻防に移り変わっています。このダイナマイトキッド、山本さん、はい、このキッドはやはりあの終始一貫して考えてみればですね、はい、WWF のジュニアヘビーを狙っている、はい、何かこうやはり自分がジュニアヘビーの優であるんだという、はい、プライドが伺えるわけですよね。そうですね、まあこの選手ほどですね、もう気を入れてですね、もう本当にいつもいい試合を見せていますね。そうですね、まあこういう選手も珍しいですね、はい、もう本当に万能選手ですね。さあそのダイナマイトキッド、日本サイドは木村健吾に代わっています。ダブルアームスープレックスの体勢か、ロープワークです。ダイナマイトキッド一瞬身を広げました。体を入れ替えています。膝を使って今度はパンチです。いいサンプです。顔面に巻き巻きとジョニーバレンタインの血が流れています。グレッグバレンタイン、毒針殺法あるいはバックドロップの大技が出ました。そしてコーナーの控えにいます。タイガーマスクの高敵手、タイガーマスクの高敵手、ダイナマイトキッドが中に入りました。切れ味のいい、そして迫力のある技を展開しております。ダイナマイトキッド、コーナーに捕まってしまいました。木村健吾でやります。うまいですね、今のね。そうですね、今の押されてきましたね、はい、しっかりスローですね、逆に押したその力をですね、両手で引っ込ましてあのタッチさせないようにしましょうね。ああいうとこはね、瞬間に出るんですから、うまいんですよね。そのダイナマイトキッドとタイガーマスクの一騎打ちになりました。さあ黄金のスーパーヒーローが中に入って、タイガーマスクのジャーマンスープレックスホールドの前に敗れはしましたが、かなりの前線をいたしました。はい、あのダイナマイトキッドに似て非常に切れ味のいいファイトを展開いたします。このブレッドハート、カナディアンロッキーの新星であります。こちらもご存知の通り、このブレッドハートはカナダのキャリガリー地区のプロモーターシューハートの秘蔵っ子であります。言ってみればこのカナディアンロッキーの大自然が生み落とした若きエネルギーといえますが、そうですね、はい、今月の19日ですね、007ですか、で、あのハルド坂田さんですね、7月の19日、ホットジョップって言いましたね、ハットをですね、飛ばしてですね、はい、押しですね、はい、あの俳優やってました、あのレッスンですね、亡くなりましてですね、はい、それからあの上島清隆さんでね、私たちをよく教えてくれたですね、良き先輩がですね、亡くなりまして、本当にご冥福を祈りたいと思います。そうですね、そういった古き方々がプロレスの歴史の一コマ一コマを作ってきたわけでありますが、今それが受け継がれてこのように新たな世代の台頭がうかがえます。ヤングジェネレーションの旗頭、まさにプロレス界のニューウェイブが白熱の試合を展開している。トップロープに登ったカミソリファイターの片鱗が出るか、藤浪がそれを察知、藤浪が手の内読んだ、ヘッドリードライブで切り返した、これは藤浪のうまさであります。あの今藤浪選手がですね、でもその中でアセンドロになってプロレス界のニューウェイブがぶつかっている。さあ黄金のスーパーヒーローが入りました。タイガーマスクが中に入りました。タイガーマスクが中に入った。さあブレッドハートを仕留めるか、タイガーマスク何があるか、フライングクロスチョップ、フライングクロスチョップからサマーソルトドロップ、サマーソルト、サンセットフリップから何があるか、レッグドロップの連携だ、レッグドロップの連携、さあ着地してから今度はもう一回サマーソルト、回転ドロップだ、フォローに入りました。ダイナマイトキッド、宿敵天敵とも言われているダイナマイトキッド、しかし今度はブレッドハートがパイルドライバー、この辺の切り返しはうまい、ライディングサイド、ダイナマイトキッドのフォロー、さん、はい、タイガーマスクと、それから今控えにいる藤浪辰巳はこの後ニューヨーク遠征も控えているわけですよね。そうですね、まあその辺こういった試合本当に一戦一戦が大事ですよね。大事ですね、
高山スカニューヨーク初めてですから、どんな試合してですね、はい、どんなあのお客に反応を示すかですね、興味あります。カウント2です。危ない、タイガーマスク危ない。切れ味のいい、文字通りカミソリファイトが炸裂しました。ダイナマイトキットのパイルドライバー、さあ藤波が満を持して一石切って飛び出してまいりました。さあ猪木踊りのローキック、これは空を切ったか。さあ藤波辰巳、汗で上半身を光らせて、藤波辰巳の速攻でやります。さあ炎の猛爆か、炎の飛龍の猛爆でやりましょうか。かつての宿敵、このダイナマイトキットに投げを打って、そして木村健吾は中に入りました。ロープに送ります。木村健吾、左の肩口からショルダースルーだ。先ほど劣勢に回っておりました木村健吾、この辺でなんとか弾みをつけたいところでやります。さあ得意のパイルドライバー、かつてジュニアヘビーのタイトルを取った時にこれがフィニッシュホールドになりました。得意のパイルドライバーから逆エビが止め、ボストンクラブの体勢、ボストンクラブの体勢でやりますが、グレードオートマティックですね、カバーしなきゃいけないですね。先ほどの足攻め響いてますか。ただですね、レスラーというのはね、やっぱり負けたくない、やられると思うんですね。おっと、ご覧のようにダイナマイトキッズが思い切って木村健吾分断したいところだったんですが、はい、これは今ゴングのが打ち直されました。無言のうちですね、あの出てるってことですから。そうですね、もう一回足を乗り、いいパートナーですね。そうですね、はい、タイガーマスクがフォローに入りますが、蹴散らします。ブレッドハート、藤波もレフリーのミスター高橋の手引きになっています。ブレッドハートに捕まっています。タイガーマスク、タイガーマスク、藤波が思い切って飛び込んでいく。おっと、ここでこれは木村健吾ギブアップしましたか。ギブアップです、はい、ギブアップです、はい、ギブアップです。マンハッタン仕込みの強烈な足音の字、フィギュア4レッグロックによりまして、グレッグ・バレンタインがダメージを負いました木村健吾の足に、また追い打ちをかけました。フィギュア4レッグロックで見事に2本目切り返しました。外人サイド、1分53秒の早技でやります。1対1のイーブンになりました。この後いよいよ決勝ラウンドに入ります。は左の膝のあたりにかろうじてタオルを巻いておりますが、どうでしょうか。左の足を引きずっています。非常にもゴングが鳴りました。2本目の戦っていたこのグレッグ・バレンタインと木村健吾で3本目が始まらなくてはいけません。なんとしても瞬間の隙をついてタイガーマスク、あるいは藤波につなぎたい。容赦なくレッグブリーカーでありますグレッグ・バレンタイン、何か完全にこの外人サイドのペースですね。そうですね、うまいですよね、後半に、はい、次期シリーズにおいてはコーナーの藤波辰巳、あるいはタイガーマスク、宿敵が待っております。なんとしてもこの大阪府臨海スポーツセンターでのフィナーレ、このシリーズのフィナーレを飾りたいところであります。しかしダイナマイトキックが中に入った、徹底して木村が攻められています。肩逆エビ固めの体勢です。タイガーマスク思い切った蹴り、ゴーに合った蹴り、怒りの蹴りでやりますタイガーマスク。さあここで局面が変わるか、このキックによりまして局面が変わるか。藤波が中に入った、最強格の藤波辰巳が中に入りました。次期シリーズはハルコーガン、あるいはマスクのスーパースターヘビー級として立ち向かわなくてはいけません藤波辰巳。ニューヨーク遠征も増して控えているわけであります。キリンとニューヨークが同時進行、藤波コブラツイスト、ヘビー級の照明コブラツイスト、かつての宿敵ダイナマイトキットが中に入りました。藤波のコブラツイストが決まっていたが、バックを取った、何があるか。さあタイガーマスク、タイガーマスクの勝利、タイザップをクランチャーだ、ドロップキック、タイガーマスクいいぞ、クランチャーだ、ダイナマイトキットに見舞った、ダイナマイトキットに見舞った。リング内では藤波辰巳、藤波がグレッグ・バレンタイン、そしてゴールの体勢だ、これはどうだ、これはどうだ、藤波の遠征切り、藤波の遠征切りによりましてグレッドハートを捉えた、グレッドハートを捉えました。これで2対1、日本サイド勝利を収めました。山本さん、はい、タイガーマスクのプランチャーがですね、はい、見事にリング下に回れた、はい、その隙に、まあ、わずかに木村健吾も蘇生してフォローした、はい。